皆さんこんにちは。再発させないを目指す歯科医師の秋元です。インタビュアーの五十嵐です。はい、今回はですね、口内炎の原因と、治し方に関してお話ししようと思います。五十嵐さん、口内炎ってそもそもどういうきっかけでとか、なんでなるかって何か思うところありますか？そうですね、口内炎って自分でできる感覚なんですけど、やっぱりちょっと体調が優れなかったりとか、そういう時にできやすいのかなと思うのと、あと私今矯正終わった後でリテーナーをつけてるんですけども、たまにこういう唇の裏側を噛んでしまうことがたまにありまして、そこからちょっとやっぱ数日間は口内炎っていうのか分かるんですけど、濃くなることがあります。そうですよね、口内炎ってね、結構、なったことがない人っていないんじゃないかなって思うくらい、一般的な、トラブルの一種ですよね。で、今ね、五十嵐さんがおっしゃったように、やっぱり体調悪い時とか、それこそ噛んでそこに、傷ができたりとかっていうことでなることもありますし、あとはね、全然、そういった思い当たることがないのに、急にね、気づいたら口内炎ができててね、すごい痛いみたいなこともあると思いますね。で、そもそも口内炎ってどういう状態かっていうと、お口の中の粘膜が何かしらの原因で、傷ついて、そこに、口の中のね、いろんな雑菌がいますから、そこに感染を起こしているという状況なんですよね。で、いわゆる、胃潰瘍っていうのがありますけど、あれも胃にできた、潰瘍、粘膜が損傷を受けているという状態なんですが、口内炎も、同じような状況なんですね。で、なので、原因はいろいろあるんですけども、お口の中の雑菌がそこに感染して、粘膜に損傷を与えているという状況を一般的に指します。で、なので治し方としましては、まず感染を起こしているので、菌を少なくするということが必要で、一つ有効なものは、リステリンとかですね、いろんな潜航剤が出ているんですけど、こういったものは、僕はですね、歯の汚れを取るという意味ではあまり潜航剤は、そこまで効果はないと思ってるんですけど、粘膜の消毒とか、菌を減らすっていうには、ある程度一定の効果があると思ってるんで、歯を磨いた後とかですね、お食事した後とか、リステリンとかで、口の中を、ブクブクと洗い流すというのは、菌の数を少なくするという意味では、有効だと思いますし、あとはね、全国の歯医者さん、おそらくどこにでもですね、置いてるんですけど、口内炎の部分に塗る軟膏みたいなものがあるんですよ。で、唾液に流れにくいような組成になってるんですけど、それを塗ってあげると、抗菌作用がありますから、そこの菌の数を減らすことができますし、唾液にね、容易に流れない形になってるんで、結構ね、塗るとそれだけで外からの刺激が伝わりにくくなるんで、結構痛みが少なくなるんですよね。で、なので、歯医者さんに行けばですね、そういった軟膏くれますから、くれるというか、お金払いますけどくれますんで、そういったものをお求めいただいたりとか、あとはね、さっき噛んじゃったりなんて話ありましたけども、傷ができて、でそこに傷口に感染するということもあるんで、例えば、歯がとんがってたりとか、詰めてある、詰め物がめくれ上がって、そこで傷になってたりなんていうこともありますし、入れ歯が、当たって傷になったりとかっていうのも一つ刺激としてあるので、そこは歯医者さんで、原因がもし口の中にあればですね、調整してもらうということも、有効な、対策としてあるんじゃないかなと思います。あとね、さっき体調を崩した時なんてね、話がありましたけど、胃の調子が悪い時とかですね、疲れてる時とかですね、なるなんていうふうに言われてますけども、やっぱり、口の中、全身と独立してあるわけじゃないので、やっぱり、体の免疫力、体調っていうのは、影響大きいですから、免疫力を上げるために、睡眠とか栄養を十分にとったりとか、あと、ストレスも免疫力を、下げる要素の一つなので、ストレスね、なかなかストレスフリーというのは難しいんですけど、あんまりね、思い悩まないようにですね、そういうメンタルも、ひいてはですね、大事になってくるんじゃないかなと思いますし、あと、さっきね、栄養って話をしたんですけど、バランスのいい食事っていうのもありますが、お口の中のに限らずなんですけども、粘膜の、代謝だとか、免疫力に関わってくるのが、ビタミン B 群が効果があると言われてますので、ビタミン B 群のサプリメントを取るなんていうのも有効かなというふうに思います。
まあ、なのでね、結構一回ね、口内炎になると歯磨きの時とかね、喋ったりとかね、何か口が動くたびにね、痛いっていうね、まあ、結構ね、ちっちゃな範囲でもね、意外と痛みは強いので、まあ、今お話したようなことを、まあ、試していただいて、もしなったとしたらですね、まあ、そんな形で治していただければと思います。今回は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。